この度文京区の平成27年の予算が決定しましたこの時間は今年の予算の内容について財政課の岡村さんにお話を伺います岡村さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめに27年度の予算編成の考え方について教えていただけますかはい27年度予算はすべての世代の豊かな暮らしを担う予算と位置づけ すべての区民の皆さんに豊かさと安心を実感していただくことを目指して、基本構想・実施計画の実行に関するものをはじめ、子育て支援施策や高齢者施策など優先度の高い施策を重点施策として予算を編成しました。27年度は、この重点施策に2020年東京オリンピック・パラリンピックの推進に関する施策を新たに加えています。 では、二十七年度の予算規模について教えていただけますか。はい。まず一般会計の予算規模ですが、前年度に比べて七点四パーセントの増となる八百十七億七千八百万円となっています。大規模な施設整備を除きますと八点五パーセントの増となりますが、このように八百億円を超える予算規模は平成十一年度以来十六年ぶりとなります。また特別会計は。 国民健康保険特別会計では219億5200万円、介護保険特別会計では150億700万円、後期高齢者医療特別会計では47億3500万円を計上しています。 では続いて一般会計の歳入についてはいかがでしょうか、はい、特別区税は納税義務者の増加や徴収実績などにより前年度に比べ6.6%増の302億500万円を見込んでいますまた特別区交付金は普通交付金の減収が見込まれることから前年度に比べ1.3%減の158億円を見込んでいますそして特定目的基金繰入金は 大規模な施設整備などに対応するため50億7500万円財政調整基金繰入金は歳入の不足額を補填するため19億8800万円を見込んでいますでは歳出についてはいかがでしょうかはいまず人件費ですが職員手当等の増により前年度に比べて2.3%の増となっていますまた扶助費は児童の保育委託等の増により 前年度に比べてて13.8%の増となっています次に投資的経費ですが区民センターや政子中央図書館などの改修工事や学校施設の快適性向上による整備などにより前年度に比べ12.0%の増となっています。 主要事業のうち優先度の高いものとして子育て支援施策が挙げられると思いますが今年度はどのような取り組みを予定していますか、はい、まずは依然として高い保育ニーズに対応するため私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策として私立認可保育所の誘致を進めるとともに既存の認証保育所からの移行を支援することでこの4月にさらに旧施設を新設しています。 また妊娠から出産子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため文教区す。具体的には総合的な相談や支援を行う母子保健コーディネーターの設置や両親学級の拡充家庭や地域での孤立感の解消を図るためにネオボラ相談や土曜子育て相談パパママ交流などの産前産後サポート事業などを実施していきます。 うん、新しい取り組みが期待できますねはいでは福祉に関してはどのような取り組みでしょうかはい、まず高齢者や障害のある方一人親の方など住宅の確保に配慮を要する方を支援する文教スマイルプロジェクトを実施します文教スマイルプロジェクト具体的にはどういったものなんでしょうかはい、文教スマイルプロジェクトは 1つ目は介護等の専門家が生活指導や相談に応じるライフサポートアドバイザー事業2つ目は高齢者や障害のある方など入居制限を受けやすい方の居住の安定化を図る文京区スマイル住宅登録事業3つ目は区内の不動産業界団体と連携し適切な民間賃貸住宅の情報を提供する 雲京区住まいの協力店制度四つ目は将来のライフプランに即した資金計画を検討する機会となるライフプランセミナーですこれらの事業を融合的に実施し住まいの確保と住み慣れた地域で自立した日常生活を送るための支援をしていきますその他にはどのような取り組みが行われるんでしょうかはいこの4月に障害者施設 高齢者施設子育て支援施設などの機能を備えた文教総合福祉センターを開設しましたセンター内には障害を持つ方の地域における相談支援活動の中心的役割を担う専門機関として障害者基幹相談支援センターを設置し多様化、高度化する障害者の相談内容に応じたきめ細やかな支援を行っていきますところで、区有施設の整備についてはいかがでしょうか。 はい、大規模な施設整備等としては区民センターや政子中央図書館の全面的な改修工事を実施します。また築30年以上が経過している小中学校18校について快適性向上に向けた改修工事を順次実施していきますがうち3校については27年度に完了する見込みです。そのほか新川公園と小生格を一体的に改修し 区民の皆さんに親しまれる公園施設として整備するなど様々なプロジェクトを計画していますうん、ますます利用しやすい施設に生まれ変わりそうですねはいでは次に産業振興に関する取り組みも教えてくださいはい、本区は全国でも有数の医療機器産業の集積地となっていますが他自治体や産業との移行連携を促進する事業メディカル本郷プロジェクトを実施しますうん 意向連携とはなかなか聞き慣れない言葉ですが具体的にはどのようなものなんでしょうか、はい。区内の医療機器産業と全国のものづくり技術を有する企業とが連携することができるフィールドを提供するため区と各地の自治体とでネットワークを構築します。これによって地域と産業の枠を超えた交流が実現し区内産業全体への波及効果も期待されます。 さあそして今年度から新たな重点施策として2020年東京オリンピック・パラリンピックの推進に関する施策が加わったとのことですがこちらもご紹介いただけますかはいまず区では27年度を東京大会を本格的に推進していく初年度と位置づけオリンピック・パラリンピックに向けた「ふみの都」キックオフプロジェクトを実施します。オオリリンピアン・ンンンピピアアパラを招いたキックオフイベントや おもてなし講座を開催し機運を高めていきたいと考えていますまた、ふみの都外国人おもてなし隊育成事業として区の魅力やおもてなしを感じることができるように外国語による語学ボランティアを育成します合わせて案内板を外国語表記するなどの多言語化を推進しますさらにスポーツボランティアの育成を進め区民の皆さんと共同してスポーツ振興を行っていきます 二十七年度予算についてさらに詳しく知りたいという方はどうすればいいでしょうかはい予算の概要をまとめた冊子は財政課でお配りしています区のホームページにも掲載しておりますのでインターネットからもご覧いただけますまたシビックセンター二階の行政情報センターでもご覧いただけますそれでは最後に区民の皆さんに向けて一言お願いいたしますはい今年度実施する主な事業をいくつか紹介しましたが このほかにも、さまざまな事業に取り組み、個々のサービスに求められる品質を高めることで、区民の皆さんの期待に応えてまいります。それぞれの事業については、区民の皆さんに十分ご理解いただき、ご協力いただくことがとても重要です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、岡村さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。